はい、こんばんは。鳥の下です。動物は勘弁してくれ。ずっとね、とある、ね、呪いのビデオに出た河原です。鉄砲水、勘弁してくれよ。メインで映すのは、まあ、こっちなんだけどね。こっち側な、びっくりした、影かと思った。今ちょっとカメラの位置調整していいかな。カメラじゃない、ライトの位置を少し下にしたいな。もっと明るくなるかな。なんか落とすな。降りていいんかな、下に。ちょっと瓦って俺初めてかもしんないな。危ない。
やっぱなんかいるな。ん？カイザーかこれ。ぽいな。カイザーっぽいね。あれもそうなんかな。なんかさっきからずっとあそこで光ってんだけど。いや怖すぎだろ。なんだよこれ。何これ。今日ね、マイクのテストも兼ねて。あっぶね、石が。こっちのライトじゃない方が良かったな、今日。ボケちゃうな。家電粒子炎を持ってきた方が良かったな。今日はちょっとライトミスしました。なあ、晴れてんのにな。もう一段階でかいライト持ってくれやがった。車の中だ。
今、ここの寒さがおそらくマイナス5、6度で、充電してきたばっかのライトが寒さで、よいしょよいしょ、もうすでに充電がないっす。すげえ暗い。やばいな、ちょっと。サブライトの方で、ちょっとあれだったかな。このね、すぐそばにね、リスナーさん家があってね、ちょっと道を教えてくれたんだけど、ライトをミスったな。でもここで高校といつものでっかい方のライト焚いてても多分通報食らうやな。この向こうが家あるかんな。はい。おお、ちょっと待って。ちょっと待って。怖い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 。あれかな。川の音が。ちょっと怖いね。ちょっと待って。なんだ今の、気のせいか。人いないよね。さあ、くそ。多分ね、なんだろう、気持ち悪いな。なんだ今の。くそ、ちょっといねえよな。駐車場は、俺の車だけだよな。こっちは違うか。もういいや。多分やばい、あれだよな、あの川の声か、あれかな。帰ろう。これはちょっと勘弁だよな。もう電池ねえわ。はい、切ります。お疲れ様です。